に良かった。本当にこれすっごいいいですよ。これね、ボタン押すだけで色がねこう変わるんですよね。ほら、で赤が一番高い温度になります。はい、こんにちは。もう寒くなってきましたよね。この冬、寒さを乗り切るためのね、アイテムを見つけたので、今回はそれをね、ちょっとレビューをしていきたいと思います。それがね、こちら。ドゥクラッセの温熱ヒーター付きのベストです。試してみましたので、ご覧ください。これね、温熱ヒーターが入っているダウンベストなんですよね。ほら、これね、よくあるスマホのね、バッテリーなんですよね。これを接続してポケットに入れておくことによって、このねスイッチで背中の部分に温熱線が入っていてヒーターが入るという、こういうものなんですよね。このねバッテリー、これはね本当に普通のスマホのバッテリーと同じです。これがねバッテリーが入っている入れ物なんですけれども、 USB ポートが付いているもの、こういうものですね。これが付属していましたですね。ここにね USB ポートがあるので、このねポケットの中にこういう線がね出ているんです。これが USB に接続されるわけですね。こうやって、ただこうやって USB ポートに挿す、もうたったこれだけです。たったこれだけで OK。 もうポケットに入れて、あとはスイッチを押すだけ。このねポケットの中からこのねコードが出ていて、このモバイルバッテリーをつなぐんですね。そうするとここにねライトがつくんです。この色によって温度があるんですけど、これね今赤になっているんですが、これがね一番高い温度になります。ものすごくねこの背中、このあたりがねすっごくねポカポカしてるんですよね。でこのバッテリーはポケットの中にしまって、そしたらもうほらスッキリ。普通のねダウンのベストみたいに見えますが、ね、このマークというかこのライトがついている、これだけがねちょっと違うんですよね。その熱線が入っているんですけれども、全然ね触ってもわからないくらい、もう何もわからないくらいなので、違和感は全然ないです。本当にね普通の、ごく普通のダウンベストっていう感じですね。でね、このファスナーのね作りがねすごくしっかりしています。こうやってダブルになっていますよね。2つついています。そしてこれを開けると、このね内側がね、ほらこのベルア素材みたいな、すごくね柔らかくてね温かいこのね素材なんですよね。ここにねモバイルバッテリーが入っているから、若干ねここはちょっとポケット入っているなっていう感じぐらいの重さはねあるんですけど、全体的な重さは全然軽いです。普通にね着ていたらもう普通のベスト、ダウンベストだと思いますよね。ほんと違うのここだけ。そしてここにバッテリーが入っているね、それだけなんですよね。色によって4段階に分かれているんですね。ホワイトが38度、グリーンが43度、パープルが48度、レッドが53度。温度が高いものは外に出た時の外出向き、温度が低いものは室内で使用する時に使うっていうのがねいいらしいです。温度が高いほどバッテリーの持ちは短くなります。それがこちらです。一番高い温度にしたらだいたい3時間ぐらい持つそうです。でもしね外ですごく寒い時でずっとね外で待たなくちゃいけないなんていう時があったら、バッテリーをねまたもう一つ用意しておけば、このねスマホのバッテリーで結構使ってる方いらっしゃると思うんですが、その自分のバッテリーを持っているだけで、それだけでまた3時間とか、そのね容量によって伸びますので、これはねすごくね便利だと思います。外出先で充電するんじゃなくて、家でね充電してバッテリーの予備を持っていく、そうすればねもっとずっと長い時間使用ができると思います。今日はね寒いんですが、全然寒くないですね。これするともうね背中がねポカポカです。まだね真冬ではないので、このねデニムのジャケットだけですけど、
本当に暖かいです。今赤ではなくて一段下の紫でやってるんですけれども、全然紫で今のところ大丈夫です。すごくね暖かいです。で特にね夜とか冬寒いじゃないですか。昨日なんですが夜ね犬の散歩に行ったんですね。その時にこの温熱ヒーターのベストを着て、その上にちょっと薄手のねデニムのコートあるんですけど、それをね着てね出かけたんですがね、本当ね外はすっごく寒いんですけれども全然寒さは感じませんでした。ですから冬場コートの内側にこのベストを着てこのヒーターをつけておく、するとねこの熱がコートの中にこうこもると思うんですよね。だからねすっごくねこれは暖かいと思います。最初思ったのがこの温熱ヒーター付きベストじゃなくてダウンジャケットで袖があるものの方がいいんじゃないかなって思ったんですけど、使ってみるとこれねベストっていうところにすごく意味があるんだなと思いました。なぜかというとベストってこのねジャケットとかコートの内側に着ることができるんですよね。去年の冬とかはユニクロのダウンの薄いベストとかダウンジャケット、あとは長いねロングのものもあるんですけど、いろいろ持っているんですが、それをねインナーというかコートの内側に着て防寒を高めるっていうことをね去年はやっていたんです。でもこれね今年はちょっとこの温熱をね試してみたいなって思っています。あくまでもねあのダウンってやっぱり自分の体温によって温まるわけですよね。でもこれは無理やりというかヒーターで加熱してくれるのですぐに温まる、自分の体が冷えていてもすぐに温まるんですよね。そして温度調節ができるし切ることもできます。なので暑くなったら切ればいいね、すごくこれいいと思います。そしてねヒーターが入っていると洗濯できないんじゃないかなって思いませんか。でもねこれね洗えるんです。ただし洗濯機はダメです。洗濯機はダメですけど手洗いで、まああまりねじったりね絞ったりしないでくださいということなんで、押し洗いして優しく手洗いすれば洗えるとね、すごいですよね。洗えないとやっぱりねちょっと使えないですもんね。ちゃんとこれは洗えるでね、カラーもいろいろあるしサイズもあります。だからね私これはねちょっと冬場にね自分の母親とかそういう家族とかにね送ってあげたいなってねちょっと思いました。これはね寒い冬場すごくね喜ばれると思います。もう女性冷え性ですよね、寒がり。だから冬場なんとかねこう薄手で暖かくなりたいっていう気持ちありますよね。この冬これ1枚あれば冬を乗り切れるんじゃないかと思います。この冬コロナもインフルエンザも心配ですよね。だから本当に体調を崩さないように体調管理するために体を冷やさない、それがねすごく大事だと思います。今回はこちらドゥクラッセの温熱ヒーター付きのベスト、こちらをご紹介しました。内側はねこの毛のベロア素材で暖かく、そしてね外側はこのようにすごくねシンプルで使いやすい、そして軽くてすぐに温まって温度調節もできる、すごい優れものだと思います。これはね本当におすすめ、私は太鼓判を押したいと思います。このチャンネルではいろいろなものをレビューしています。いろいろなアイデアもご紹介していますので、ぜひチャンネル登録をして別の動画もご覧ください。それではまた別のレビュー動画でお会いしましょう。